クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。イスラエル榊です。今回は困難に直面した時助けられた話をさせていただきたいと思います。2024年6月17日月曜日、夫の腎臓の働きが悪化して尿毒症といわれる状態となり、生命を維持することが困難になり、お医者様からは血液透析治療が必要です、シャント手術を受けられることをお勧めいたしますと説明され、急遽シャントの手術となりました。シャントとは、血液透析では一定の速度で血液を体外に取り出す必要があります。しかし通常の静脈では血液透析に必要な血液の量と速度で取り出すことができません。そのため動脈と静脈を直接つなぎ、動脈の血液の一部が静脈に流れ、血流量が多くなる手術をします。それがシャント手術です。手術日の前日に担当医師から手術方法や手術中の合併症、傷口からの感染症、手術中は体にとって非常にストレスがかかるので心筋梗塞や脳卒中が起こる危険性がないとは言えません。手術後、血管狭窄、血栓、圧迫などにより血流停止になることがあります、などの説明がありました。私は話を聞いているうちに不安と心配で、目の前が真っ暗になり、倒れそうになり、しばらく動けませんでした。神様、感謝します。助けてください。聖書に全てのことについて感謝しなさいとあります。なぜなら神様は私たちを愛しておられますから、最悪と思われることの後ろに神様の素晴らしい最高の祝福の計画があり、感謝をする中で神様が全てのことを働かせて益としてくださるからです。一つ一つ心を込めて感謝の祈りをしている中で、私の心の内側から喜びが湧き上がり、神様に不可能なことは何一つない、神様が助けてくださると心の中に確信が与えられたのです。手術は3時間くらいかかると聞かされていたので、病室が個室でしたから、神様に一つ一つ具体的に願い、祈り、求め続けていきました。神様、夫が絶対死にませんように助けてください。手術中に周りの臓器が傷つけられることなく、出血多量で輸血ということになりませんように、手術後の痛みと感染症を併発しませんように、神様の最善の御手が一人と手術スタッフの上に置かれて、神様の完全な守りと癒しがなされますようにと、必死に具体的に祈り、求め続けていきました。その祈りは私の心からの願いであり、叫びでした。教会では牧師の方、そして信仰の友が夫の手術のために熱い祈りが支えられていたのです。私の周りにはこんなにも温かく優しく心を支えてくださる人たちがいることを、神様が気づかせてくださり、神様の深い愛を知り、私は神様への感謝の気持ちでいっぱいになりました。夕方5時30分頃、手術が終わり、手術は大成功でした。手術中に全く輸血することもなく、合併症もなく、感染症もなく、神様が一つ一つの祈りに応えてくださり、完全に守られ、祈りと医療を通して神様が夫を癒してくださったのです。よく頑張ったねという声かけに応えるかのように、祈ってくれていてありがとうと言って、夫の頬にひとしずくの涙が流れました。神様は私の思いをはるかに超えて祈りに応えてくださいました。入院中に腎臓の数値が少しずつ改善され、血液透析治療はしばらく様子を見ましょうということになったのです。神様は真実なお方で、私たちが求める以上の最善のことをしてくださるのです。困難に直面した時助けられた話を最後までお聞きくださりありがとうございました。